日本山口県下関市両羅牧両羅紀は山口県下関市の地名。当地域の人口は2015年の国勢調査によると8643人。古代から定住が行われていた土地であり、弥生時代頃に祭祀に使われたと思われる楽器。土笛は両羅紀で初めて発見された。また古代に限らず、江戸時代には政党の際に原料となる。 日々の栽培が日本でも比較的早く行われた場所としても知られる。現在の住所表記における大技両羅木両羅牧南町、両羅木本町、両羅牧新町に該当する。響き灘とあやらぎ川の交わる地点。両羅木は響き灘に面した町であり、両羅牧海岸は2 5トルほど南北に伸びている海岸である。現在は、 昭和バブル期頃の住宅地開発により海側は、元々の地形を保っていないが綾木川と、梶栗川は昔と変わらず現在もなお流れている。両羅牧地区、いくら地区の境目となる両羅木川。奥にあるのは、夢シティである。両羅木川は二級河川で、総長は 9.5km に及び、流域面積は、約34.6平方 km である。 この面積は山口県平尾町と大体同程度である。上流は内非常付近。以下に小技を表にまとめた。太字は本項目でも取り上げられている小技である。両ら僕の由来は複数の説がある。下関市教育委員会の見解では主に三つに対別できる。一つ目は畜部寺演技に関わるとする説である。 有富にある筑部寺は、金実る中という修行像が回帰したと伝えられているが一つ目の説では、寺中が、高見天皇が治めていた頃に、近畿の方から、長門の両羅北海岸を訪れた際、海から和歌が聞こえ、良い香りの木が波の中を漂い、たちまち空に舞い上がり現在の筑部寺の方へ、飛んでいったため寺中が、あらやと感動した声が発端とされている。 しかし、山口県地名研究所の高橋文雄はこれは、ただのこじつけに過ぎないと考えている。二つ目は、伊ナギ農村がみそぎをしたと言われている場所、青木原に由来するという説である。三つ目は、神宮皇后の三冠聖抜伝説に関わる土地ということで、白木から来たとする説である。両羅北海岸には、時の裏という地名もあるためこれは、 勝ち時と関係すると考えられている。しかし、これも、高橋は、こじつけとみなしている。これまでに、高橋は二つの説に異論を唱えたが、高橋自身はこれに対し二つの説を提唱している。一つ目は、養蚕や織物を伝来したとされる二十歳の部族である、綾部が、両裏僕付近に移住し、その綾部が、綾やらぎになったとする説である。二つ目は、 もともと何らかの理由で両楽器が、あやげんと呼ばれ、その読みが、あやらとなり、漢字が転じて、両楽、その後読みが、あやらきになったという説である。これらの点を踏まえても、両楽器の由来は明らかになっていない。水道工作伝来以前日本では1946年に、相沢忠宏が、旧石器時代の証拠を、初めて発見し、その存在を確認した。 その10年後の1956年、両羅牧号遺跡付近の農道で、粘土質の路頭から、先が鋭利な歴器が発見された。この歴器が発見されて、以降も、両羅牧号遺跡からは、旧石器時代のものと思われる石器が、幾分出土し、下関市にも、旧石器時代に人類が住んでいたことが判明した。歴器の他には、戦闘機、台形石器、 白変石器などが出土している。なお、この後も市内では、イクラや竹久などで、旧石器時代の石器が出土している。旧石器時代が終わり、縄文時代に入っても、両羅牧付近に、人々が住んでいることが、出土品から分かっている。発見された、縄文土器は、機械やカホや火山灰が積もった地層から発見された、ことから、 縄文時代早期のものだと推測されている。また、二枚貝を用いた、縄文分土器も発見されている。両羅木号遺跡弥生時代になると、旧石器時代や縄文時代とは比べ物にならない、ほどの出土品が現れた。この頃の海岸線は、現在の国道191号線と同じぐらいの位置と推定されている。両羅木号遺跡の弥生時代の縦穴住居を、 復元したもの。下関市立高古博物館の隣にある、両羅木にある、弥生時代の遺跡は、両羅牧豪遺跡と呼ばれ、周辺には大きな溝が発掘されており、これは、両羅牧豪遺跡が、観光集落であったことを示している。また、観光の目的である、略奪の阻止のために地下に蓄えておく、貯蔵用の縦穴は千基以上も発掘されており、食料、 再起、装飾品などが共に出土することもあった。縦穴付近には、子供の人骨も発見され、縦穴自体が墓の役割をした縦穴も見つかった。両羅木号遺跡は、I、II、III、f o 期に分けられ、f o 期では、鉄符などの鉄製品も見つかっている。弥生時代の三分類では、I、III、i i 期は、前期ぐらいで、f o 期が、中期ぐらいに相当する。 弥生時代に特有の弥生土器も多数出土しており、壺と亀が主に発見されている。壺と亀では全体的に亀の方が多く、亀はいろいろな方法で使うことができるため多く作られたと考えられている。また、高きや土器のミニチュアなども見られる。瓦家には布が巻き付けられていたと思われる証拠も存在し、1954年には、 大麻を原料とする平地の布が発見されている。河原家付近から発見された米は現在日本でよく食べられる単流と同種で、保存方法は河原家に入れる方法ではなく、焼いて保存しただけだと考えられている。米以外にも、小豆、緑豆のような豆、もろこし、きびひゆ、あわなどの穀物の栽培もされていたことがわかっている。食料は、 国類以外にも貝殻の残骸から谷し、川にな、山としじみ、海にな、へなたりなどが採取されていた証拠が残っている。食料は、植物や貝類などの採取だけでなく、狩りをすることでも得ることができ、イノシシや日本ジカなどの狩猟を行っていたことが分かっている。漁老を行っていた形跡も見られ、その証拠として、積水や土水が発見されている。 この石水や土水は現代でいうおもりの役目を果たし、網の端にこのおもりを使って魚を取っていた。おもりと網を使う方法以外にも森のような突き刺す道具を使うことでも採集されていた。工具も旧石器時代や縄文時代に作られた石器よりは、はるかに性能が高くなった。まず、石器を鋭利に作る技術が発展し、木を伐採する用の石譜。 木に加工を施すための石刀土器に模様をつけるためのヘラのような道具が出土している。穀物の栽培が発達したことで収穫用の石包丁や石の釜も見つかっている。狩猟に使われた弓矢の先端、石属には朝鮮半島や中国大陸の影響を受けているかのような跡が見られ、銅貨や銅穀を真似た石貨や石鹸が出土したことで大陸から影響されたのは 明らかとなっている。カジクリ号第一駅の前にあるのが、土笛のモニュメント。四つ穴がある方が前方であるためこの写真は、前方が手前にあり、後方には二つの穴がある。前に四つと後ろに二つ穴を開けた土笛は、弥生時代に儀式を行う際に使われた楽器と考えられ、日本の中でも、両楽器で初めて発見された上。 全国115個の土笛のうち7個は、両らきに、26個は、両らきを含めて、下関市にある。この儀式とは、米の豊穣を祈るために行われ、儀式に使われた道具としては、男性、女性の生殖器を模した、石製品が見つかっている。2つの前方公園墳、若宮1号墳。手前が前方部で奥にあるのが公園部。 公園部の方向がほぼ北を向いている。両羅木豪遺跡北西部には古墳が残っており、若宮一号墳を中心とする若宮古墳群がある。なお、若宮古墳群では発掘当時日本では輸入が困難だった傾斜を掘るために、ブルドーザーが遺跡を破壊する事件が起きた。この際、 1969年3月11日に文化庁の田村光一がこれを緊急指定とし通知したことで若宮古墳群は守られた。若宮墳丘墓若宮一号墳の公園部のすぐ近くにあり若宮一号墳が増築される際は一部を削られた。この若宮一号墳のすぐ北にある若宮墳丘墓は弥生時代中期頃に作られた。 墳球墓である。発見当初は、ドル面的なものと考えられていたが、1988年に、下関市教育委員会は、弥生時代の墳球墓であると訂正した。一つの墳球に五つの墓が丁寧に埋葬されているため、血縁集団の有力なものの墓と考えられており、副葬品も見つかっている。若宮墳球墓は、 若宮一号古墳を増築するために削られたために原型をとどめていない。現在は、墳丘墓の上にさらに土を覆い、昔から、ある石棺と下関市教育委員会が設置した、展示用の石棺とを区別するために復元された、石棺のみが展示されている。奥に見える若宮一号墳と手前にある若宮四号墳。左の池垣で覆われているのは、 若宮三号墳である。若宮一号墳は若宮墳急墓の一部を破壊して作られた前方後円墳であり、前方後円墳は安岡にも観音岬古墳、畑西にも宮山古墳があることから、この一帯は古くは有力な勢力の中心地であったと推定されている。保存状態が悪いもの,の人骨も石管から発見されており、 少なくとも二人は埋葬されていたと考えられている。若宮一号墳は全長39.7メートルで公園部は直径21.6メートル、高さは4.2メートルの規模である。壺型埴輪は、円筒埴輪、水末などの出土品から若宮一号墳は五世紀前半から五世紀半ば頃に作られた古墳と考えられている。 石棺の蓋の部分の上側には灰色の粘土が敷き詰められ、これは石と石の間の隙間を埋めるために使われたものだと考えられている。遺体紙と足積の間にも同様の理由で隙間を埋めるために砂利が使われている。若宮1号墳は縦穴式石室ではあるものの、追槽された跡が残っている。追槽する際は前方後円墳のくびれの位置あたりで、 埋葬部までの道を作ったと考えられている。しかし、石棺や土が荒らされていることから、追葬が終わった後、盗難の被害もあったことがわかる。若宮2号墳。若宮1号墳の東側にある。若宮1号墳以外には、若宮2号墳、若宮3号墳、若宮4号墳とありどれも円墳である。画像については、ギャラリーの節を参照。 山口県下関市の河北神社の一の鳥居。上野山古墳は河北神社にあったとされている。洋楽には上野山古墳という前方公園墳もあった。上野山古墳は全長が100メートル以上に及ぶ大きい古墳であり、現在の河北神社の境内にあった。石室の中からは水晶のま玉、メノのま玉、 小さい輪っかのついた道具炉などが発見された。特に六輪橋と言われる円形の鏡の周囲に、等間隔で6つ鈴のようなものをつけた鏡は呪術に用いられた宗教的な道具とされている。これらの出土品から、上野山古墳は5世紀中頃から6世紀後半、頃までに作られた古墳であると推定されている。このように、両羅木では5世紀前半に、 若宮古墳群、六世紀前半に、上野山古墳が栄え、どちらも副総品として、武具やバグが出土していることから、相当な権力の持ち主が居住していたことが明らかで、ある。豊浦郡の地区分類七世紀後半になると、下関市全体では、豊浦郡が成立し、田辺、田平、日内、宇都比、生相、育良、室津、ブリオ豆、非大部、下、九部。 栗原、栗原領神田、かぶたの七郷が和名類受賞に載せられている。このうち、両ら牧地域は生総鏡に属す。生総鏡とはその名の通り現在のいくら地域、一帯を指し、現在の川中、勝山、安岡地域を含んでいた。上里勢、平安時代、両ら期及び秋根、信行、有富などでは、上里勢の形跡が見られた。 これは教育委員会の発掘調査により明らかとなった。この上理性が及んだ地区は25町7町に及び、いくらには死が壺、有富には六の壺などの上理性に影響されたと考えられる地名が現在でも障子として残っている。中世になると、ついに、両ら、僕という地名が初めて文献上で確認されるようになってくる。2年の 竹久氏文書には、長戸国成富並び両楽記屋敷ごとうんぬんとあり、鎌倉時代前半にはすでに、両ら僕という地名が広く伝わっていたかはわからないものの、存在していたことが伺える。上理性の継続平安以後も、両楽では、上理性が続き、両楽と信行にわたる水田は、信行上理遺跡という名で、現在も、遺構として地下に残っている。 上利性の伝園は、信行上利遺跡を含めると両らぎ、信行周辺だけで170坪もあるが、それぞれ上利性における他の分割方法が異なるため、それぞれ別の上利遺跡であると考えられている。また、中世に入っても依然として、奈良時代や平安時代の水路が使用されていることが分かっている。両ら木川は、反乱を起こしやすい土地だったための行には、 リスクもあったが、江戸時代頃まで氾濫するごとに、昔の上理性の区分を再考していたことが分かっている。新たな集落また、上野山古墳のあった、上野山地区では、中世になって、集落の再考が見つかった。これは、弥生時代使われていた地区の一部を削って平らに、整地したもので、周囲には、湿地帯が広がっていたことが分かっている。 集落内には、木漢墓と地下の横穴の2箇所で埋葬が確認され、木漢墓の中に、中国産の政治腕があったことから少なくとも13から14世紀の、うちに埋葬されたことが分かっている。地下式横穴の方は、服装されていた弾きなどから15世紀、頃と考えられている。近世からは、両ら、僕という名前の入った文献は続々と出てくるようになる。 16世紀後半の書物を例に挙げると、天正16年のルー5月13日に、記されたとされるイミグー神社の、二宮車両、社頭を着て書と文録4年の10月17日に、記されたとされる、二宮神両をついた手には、両らきは、イミグー神社の神社料として扱われていたことが、見られる。さらに、文禄2年10月19日の、 帝王寺田旗内渡しつぼつけには、あいら、僕とあり、これも、両らきを示している。反省と、村長府藩が反省を行うようになってからは、長戸国豊浦郡両らき村として両らきという、地名は村になり、第二本宴会予知前図には、両らき村という文字が確認できる。慶長15年の、長渡三井田島、倉田よそ門家美町、慶長15年には、 豊浦郡の中では、豊田郡、豊西郡、豊東郡の三郡に分かれ、両羅木村は、豊西郡に属していたことが書かれている。豊西郡には、両羅木村のほか現在の地域区分では、豊浦町、吉見、安岡、川中、勝山などが含まれていた。その後、明治22年には、両羅木村は豊西下村に統合された。 日本に、政党技術が広まったのは、関東では1760年代であるにもかかわらず、調布藩では1750年代から、すでに政党が始まっていたことがわかっており、両ら木ではその原料となる、木々の栽培が行われていた。木々の栽培を、調布藩の両羅木や安岡で始めたのは、長富徳素安と言われている。調布五両砂糖製作一件の、 引き合い改め諸角によると、あや浜のうち二百五十軒四方有の湯とあり、このあや浜は、両らこの浜のことであるため、三千株にも及ぶ木々が、栽培されていたことがわかる。なお、両ら木で、木々の加工まで行われていたかは定かではない。村田厚江と、水川信久が作った、考え用水路。江戸期に残された、両ら木の伝承などは少ないが、その一つに、 用水路の言い伝えがある。江戸期には、干ばつが絶えず、それを見兼ねた調布藩士、村田厚江と、水川信久が、考え用水路を作ったという。この用水路が作られたのは、教法の間だが、明治2年、村人たちはこれを称えて、石碑を設置した。中山の倒幕運動江戸時代の末期になると徐々に、倒幕運動が見られるようになった。そのうち、 中山忠光は、両らきゆかりのある人物である。倒幕運動を起こすも多行にて暗殺された、中山忠光の墓。中山忠光は、明治天皇のおじで、愛新架倉広の曾祖,祖父。中山忠光は孫源治元年12月15日、または11月5日は、明治天皇のおじにあたる人物であり、安政5年の時、明治天皇の自重となった。 文久三年には、下関戦争に参加し、前田放題の防衛のために戦い、六月には無事、生還した。八月十七日、明治維新の先駆けとして、大和で挙兵し、五名を殺害。しかし、天中組の仲間割れにより、忠光は、長府藩に亡命した。亡命後、白石正一郎邸へ移動したが、翌元治元年、一月四日に、 延べこで隠居することにした。しかし、長州藩の中心だった、尊王上位派の衰退によりさらに殿公村の方へ移動したがそこで襲われ暗殺された。その後、遺体が両らきの勝ち屋にまで運ばれ、ここで埋葬された。よく慶応元年、墓を建て、その上に中山神社を建立し祀った。現在、中山忠光の墓は、国の史跡に指定されている。 中山神社内には忠光が去年20歳にして亡くなったことを綴った可碑がある。教育の遠隔明治25年、綾や川周辺に糸田小学校が開校した。この小学校はいくら、熊野、赤田、有富にあった簡易小学校を一つの小学校に統合させたものである。しかし、明治37年には川の氾濫により被害をこむったため、 現在の下関下地川中小学校がある場所に移転した。なお、川中小学校では、両羅木本町に移転されるまでは、川中支所としての役割も務めていた。昭和40年、両羅木本町に川中支所が設立されたため、下関下地川中小学校は小学校としての役割のみを持つようになった。同年7月には、 川中公民館が開館した。地区の変遷と住宅地開発明治6年12月、新しい行政区画として大区、小区制が取られた。大区は山口県内全体を21区に分けたものであり、両楽器は第16大区にある。小区は大区をさらに分割したもので両楽器は第16大区の中で第6小区にある。なお、大区、 小区制による区分は、現在のものより広範囲を一区として設定しているため、両羅きは、第16大区第6小区にあるが、石原、有富、信行、いくら、熊野、冷えた、赤電も、同じ範囲に含まれている。明治21年大区、小区制に代わり市町村制を取るということが、公表され、翌年4月1日より施行された。 第十六大区第六小区の地域は豊か西下村に改称され、その下に石原村、有富村、信幸村、いくら村、熊野村、冷えた村、赤田村、両ら木村があった。大正三年には豊か西下村が川中村に改称され、昭和十二年には川中村自体が下関市に編入されて消滅し、下関市大技両ら木となった。 昭和23年からは、両羅期は、住宅地として発展し、住宅地の多い地区は、昭和31年、両羅木本町に分離された。しかし、住宅地の増加の影響で、昭和17年に開設した両羅木海岸の、観光客が、減少傾向にあるなどの問題もあった。その後も、昭和50年、両羅木新町新設、昭和55年、 両羅牧南町を新設、昭和59年、両羅木、有富協会付近に下関北運動公園を建設、昭和61年、両羅木、有富協会付近に、下関第二球場設立など開発は目まぐるしい勢いで進んでいった。遺跡の指定と、事件両羅牧号遺跡周辺は、 昭和31年から発掘が始まり昭和40年7月22日からは本格的な調査を開始した。昭和41年8月土笛が発見され、同年郷土の文化財を守る会が結成され、両羅木豪遺跡もその保護活動の一部に含まれた。しかしその際に経営者が採掘されたことで話題となり、それを狙った。 株式会社久小屋は昭和44年3月8日に、まだ調査が行われていない遺跡の一部分の破壊を、決行した。その後、遺跡破壊を危惧したため、緊急史跡指定が行われ3月11日に、指定が決定された。これに対して、久小屋は、史跡指定以降も抵抗を続け、6月9日に、史跡指定取り消しの訴えを提出した。その後、 昭和56年7月17日に和解した。なお、和解の期間までにも下関市は文化財指定を進めており、昭和51年には、両羅木号遺跡の出土品をすべて県指定の有形文化財に登録している。さらに、平成3年2月25日、両羅木号遺跡で発掘された人面土製品が県指定有形文化財に登録された。 出土品一品が有形文化財登録されたのは、両羅木号遺跡内では、初めての事例となる。下関市立高校博物館。平成7年になると、下関市立高校博物館が開館。両羅木号遺跡及び、若宮古墳群と隣接する場所に位置し、信行上里遺跡にも近い。その他昭和63年9月1日。 両羅牧新町4丁目に北消防署が新たに新設された。平成4年3月26日に両羅牧会館が開設。地域の集会場として使用されるようになった。以下は平成27年度の国勢調査による人口及び世帯数のデータである。明治5年県道が開通。これは現在の国道191号線の前身である。 昭和時代になると新下関駅、周辺と区画整理事業の一環として、両ら木付近の開発が進められ、調布と両ら木結ぶ調布両ら木線が開通した。また、交通とは関係のない話だが新下関駅、周辺と区画整理事業の中には、公園の整備も含まれ、両ら木1号、2号、3号公園と両ら木南町公園が新設された。 両羅木駅。大正3年には東火関と小串を結ぶ鉄道の建設に伴い、両羅木駅が開設された。両羅木駅前にある自転車の駐輪場は後になってできたもので、昭和56年の1月に新設された。梶栗郷り号地駅。2008年3月15日には新たに、梶栗郷り号地駅が、両羅木駅と安岡駅の間に新設された。 中山神社拝殿。左右には回廊を伴い、拝殿の奥には平殿、本殿と続く。中山神社は、江戸末期に混流された神社であり、当時は中山社と呼ばれていたが、明治19年2月10日、昇魂社と言われるようになり、それが昭和3年5月14日に中山神社に改称されたものである。面積は、 境内四千4151坪、境外二百244坪、玄野十三坪。もともとは、現在の吹き上げにはなく少し離れた、勝ちがにあったが、明治二十五年五月二十九日に、現在の場所に移転した。祭神はもちろん神社の名の由来となった、中山忠光である。その後増営三十年となる昭和三十三年には、大御輿が購入され、十年後、 昭和43年に本殿から東の方向にある記念館を開館。昭和55年に社務所の増改築昭和62年に拝殿の左右に回廊を新たに設置。平成2年に天正門を設置した。史跡指定の後に建てられた石碑。境内には中山忠光の墓があり、慶応元年6月に騎兵隊が建てた。 中山忠光の墓への道にある、この上と案内する石碑は、下関北ライオンズクラブの寄贈によるもので昭和45年2月に寄贈された。また、昭和44年3月31日には、昭和16年8月1日に史跡に指定された、ことで、史跡、中山忠光と書かれた石碑が建てられた。昭和63年には、 中山神社の社殿左側にソ連社が建てられた。中山神社の正面鳥居。奥にある門が天正門である。中山神社は広く、本殿は南東方向を向いている。鳥居は正面と南門があり、天目正門が見える方が正面の鳥居であり、どちらも昭和3年に設置された。南門から入った場合は、 中山神社造営寄付法名録と書かれた中山神社造営の石踏みが見られる。天根正門を入って右側には長寿社があり本殿側に向かって階段を上った先の左の方にも長寿社がある。階段を上ると二柱の石柱が見られる。石柱には以下の字が刻まれている。右、広大雲流上大行左、千気まないた外押し中根、木は 変画に、肉地、作りが亀の漢字である。この二つの石柱は、右から、左の文字を読むことで意味をなす。大方の意味は、中山忠光の明治維新を起こし、倒幕運動を進める活動を称え、今後何千年以降も祀るということである。天根正門から北にある社務所隣には記念館があり、その奥に、中山忠光墓がある。社殿は、 鳥居川から、拝殿、閉殿、本殿の順で、閉殿の隣には神仙を行う場所がある。中山神社には、社宝があり、大乗館による御沙汰が二通と、愛神くらが着用していた十二端の一式が、社宝とされている。中山神社では年に、数多くの年中行事が行われ、毎月18日には、月次祭が行われている。 8月の第1土曜日に行われる、門営祭では、魚が新鮮として備えられる。これは、中山忠光が、川釣りの名人であったことに由来する。祭り当日になると、引き網が行われ、その中で最も大きくて、美しい魚を選ぶ。昭和3年当初は8月18日に行われて、いたが海が荒れることが多いため昭和7年に8月1日に、変わり、 次第に8月の第1土曜日へと変わっていった。11月8日の栗祭りでは栗が湯が新鮮として備えられる。これは中山忠光が他校で隠居していた際に地方の人が栗をあげて見舞うと大喜びしたため、毎年明日から3日後に栗を備えている。愛新深羅社愛深桜社。南面の鳥居から近い中山神社の南西側には、 愛深桜社という神社もある。祭人は、愛深桜不欠命、愛深桜広氏命、愛深桜絵生命で、ち校舎2名は、昭和63年に祀られた。愛深桜広氏は、中山忠光のひ孫にあたる人物で、昭和62年に死亡。愛深桜衛生は、不欠と広氏の長女であるが、昭和33年に侵入し死亡した。 愛新架倉社となりにある愛新架倉博士の歌を綴った石碑。愛新架倉社には主に三つの石碑があり、一つは社号の石踏みで昭和六十三年一月十七日に建てられたものであり、大事は不潔によって書かれた。二つ目は中日神善のためにとある石碑で博士の歌が書かれている。三つ目は千座六十周年記念碑。で 回路親切に伴い割ったものである。川北神社社殿と二の鳥居。明治四十二年に建立された。神門は、左三つどもで、境内面積は三百六十五坪。元は有富八幡宮、中村藩八和田宮、信行八幡宮、宇都宮八幡宮、竹港田神社、雨の港主の神社の六社が統合されてできた神社である。それが後に、 川北神社と改名されて、現在に立ったものである。なお、統合された神社であるため祭神は多く、王神天皇、中愛天皇、神宮皇后、菅原道真、京津出身、竹中大の地、雨の港主の神である。鳥居は一の鳥居、二の鳥居の二つがあり、社殿の左右に二体、二の鳥居の左右に一体の、計六体の狛犬が設置されている。 一の鳥居は完成2年、二の鳥居は天明8年に設置されたものである。社殿は鳥居側から、拝殿、閉殿、本殿からなり、前社二つは寄せ棟作り、本殿のみが流れ作りとなっている。河北神社内にはいくつかの石碑が建てられている。両羅木巨水の石踏みは明治2年に水川正助らが建てた石碑である。 大事は十四大長不藩主、毛利元都氏、碑文は、長不藩士、水川正助による字である。石は、河口岩性で高さは2メートルほどである。両羅木巨水の石踏みとなりには、防洋橋の石踏みがあり、昭和六年十一月三十日に建てられたものである。防洋橋は、綾木川にあった橋であるがこれは、水川正助が命名したものである。 この石碑はかつて防洋橋にあった石碑だが、新しい石碑を作ったため、水川の元に返され、それに告示したものが、川北神社にある防洋橋の石踏みである。新しい石碑は、道路の整備、改修の際に、橋の下に置かれていたがなぜか、行方不明になってしまったため現存しない。二の鳥居から見て、社殿の右隣にある三つの石碑。 拝殿右には三つの石碑が並んでいる。右側は五体天記念の石踏みで、昭和3年11月10日に建てられたものである。中央の石碑は修復整備記念碑で、修復整備を行っていた委員会の代表者、中村相良の名とその他委員会関係者が裏に刻まれている。石碑が建てられたのは昭和61年12月。一番左にある石碑は、 字が刻まれておらず、上野山古墳出土の石棺街を建てたものと考えられている。河北神社では、年中行事として9月の最初に、風祭りが行われている。風祭りとは各地によくある風鎮祭と同じような、ものであるが、その由来は、川北神社特有のもので、神のお告げで、両羅紀は神社を建てるには、ふさわしくないと言われたため、 村人たちが登り前で楽しませるから、と、神社増流の許しを恋祈ったためこれを神が許したというのが伝承である。以後、風祭りでは、男性は登り、女性は切子を持って笛、鐘太鼓の音に合わせながら、円陣を作るというのが定式となっている。ハゲダイヤマ浄土真宗両元寺阿弥陀如来を、本尊とする浄土真宗の寺院で、三号は、 はげだ山である。大内家の家臣であった山本志ぐざえ門上申告が天文21年に法名、清西を許されて建立した寺院である。明治中期から昭和前期頃に仏教について熱心な信仰活動を行った川中仏教婦人会は両元寺婦人会がその発端である。現在は存在しないが、 両ら牧地域にはリズミデラという寺院もあった。これは、現在調布にある、格音寺の前身であり、元禄十年に、藩主、毛利綱元が名を、改めて大幕州に改修したものである。両ら牧地区における義務教育範囲での学校は、小学校が、下関た地下は中小学校と下関た地下は、中世小学校である。また、中学校は川中。 川中性においてそれぞれ、下関市、立川中中学校、下関市立赤田中学校に進学することとなる。以下に、下関教育委員会が、町定、番ごとに定めている、公立小学校及び中学校を掲載する。なお、通学地域が隣接している場合は、例外となる場合もある。両ら北海岸。撮影時は、ゴミの漂流が多かった。 左奥に見えるのは同市にある二重島。現在は、両羅牧海岸は観光用の砂浜となっておりこうが、ないため漁業はほとんど行われていない。2015年の国勢調査によると、両羅木本町、両羅牧新町、両羅牧南町に各一名漁業従事者が居住しているだけである。両羅木の中でも農業が行われている場所。 撮影はちょうど梅雨の時期である。両らきはかつては、信ぶゆき遺跡として栄え、現在でも農業が最も産業としては栄えている。2015年時点では、農業従事者の数は、両ら牧新町に8名、両ら牧南町に11名、両ら木本町に38名、大技両らきに51名、計108名存在する。なお、年中行事のほか 中山神社では毎月18日に月次祭が行われている。ありがとうございます。